西の表市は、鹿児島県の南部、大隅諸島の種子島北部にある市。かつて、日本最南端の氏族である種子島家の城下町として栄えた。現在は、熊毛市長や国の出先機関が置かれ、種子島及び熊毛地区の政治、経済の中心を担っている。種子島全域に関する事柄については、種子島を参照西の表市街地曲げ島。天気次第では、 曲げ島以外の島も見える。左、洋島、右、竹島。以下は、町名設置により、大和西の表から独立した町である。内は、発足年。種ヶ島は7世紀に、飛鳥朝廷の影響下に入り、種国史が設置された。中世には、島図層の一部に組み込まれ、14世紀に、種ヶ島家が当主となる。その後、島津家に属した。 16世紀末、第16代当主、種ヶ島球児は、朝鮮入り遅延を理由に一覧4500国に、ところかえとなったが、江戸時代を通じて種ヶ島は依然として、種ヶ島家の資料地であった。太平洋戦争末期には、米軍上陸の可能性が濃くなり、1944年に、特設警備大隊が、中東、1945年には、 種ヶ島独立混成部隊に膨れ上がり、米軍機の空襲も受けた。西の表市役所のガズマル国場、上西、洋上、下西、住吉、遺跡、安納、現和、安城、古田、立山、中割の各分団が置かれており、各航空を分担するほか、洋上分団は、曲げ刀航空も合わせて担当する。また、 女性分団も置かれており、市内一円を単独で担当する。熊毛市長本館種子島合同庁舎市街地の西町、東町商店街を中心に様々な業種が充実している。大型商業施設、編集金融、編集共同組合、編集郵便局、編集簡易郵便局高等学校、編集中学校、編集小学校、 編集すべて公立学校である。幼稚園、編集保育園、編集その他、編集全国でも数少ない、全種類の自動車免許が取得できる学校である。合宿による免許取得も扱っているため、当該から入学する人も多い。武田哲也が免許を取得した学校としても知られる。高速線が鹿児島及び屋久島、イブスキへ運行されている。かつては、 鹿児島商船とコスモラインによるダブルトラックだったが、主視役高速船として統合された。フェリーについては、鹿児島及び薬島、口の選ぶ島へ1日1往復程度運行されている。詳細は、運行各社の項目、または公式サイトなどを参照。一般国道、編集主要地報道、編集一般県道、編集騎士が先。 東大西の表市の歌牧仏像芸、ありがとうございます。